やはりお菓子ですから、まずは美味しさを追求します。季節の流れの美しさ、例えば花いかだというお菓子があります。季節の移ろいが鮮やかで見事です。これをお菓子として表現するのが私たちの仕事だと思っています。私の名前は福島敏夫です。この福島屋の5代目の経営者です。私は福島慎太郎です。6代目の経営者です。主力商品は上生菓子です。日本の食材を使った日本古来の伝統的なお菓子です。和菓子の和は日本を意味します。お菓子はスイーツを意味します。和菓子は甘さを控えております。甘さを少なくすることによって素材の美味しさ、小豆の美味しさ、手棒豆の白あんの美味しさ、こういったものが生きてきます。だいたい1年間で200種類のお菓子を製造します。季節の折々にどんどん種類が変わっていきます。これは季節を表す。例えば今でしたら、梅の花、あるいは、水仙の花、あるいは、椿のわびすけというお菓子もあります。この本は1867年に書かれた本です。やはり創業の時の精神といいますか、それを大事にするということ、その当時の雛形をそのまま写したものを使っております。代々受け継いでいる木型を使って作るものもございます。また手だけで形を作る手型と申しまして、手だけで形を成形するものもございます。緑茶と合うお菓子、スイーツ、これがやはり、日本文化の中で和菓子が発達した一番大きな原因だと思います。長年この仕事を続けていける、そしてもう170年近い歴史を持っているということ、これは私たちの大きな誇りです。いい方向に向かっていくと、これを目指しています。